ちょっと疲れてきたな。ずっと動きっぱなしだからだろう。うん。例の施設に行ってみるか。レ、ナビ頼む。了解。すげえな。ほんとどうなってんだあいつ。あんまりフラフラしてっと長年の信用もなくなっちゃいますよってんだ。バーカ。あいつ、本当に何やって。寝てたか。悪い。起こしちまったな。
遅くなっちまった。悪い。青葉？あ、本当遅かったな。何やってたんだよ、お前。ちょっとな。おい、ちょっと待てよ。情報は？そのために行ったんだろうが。ああ、さすがに初っ端は大したこと聞けなくてな。収穫なしだ。すまん。紅尺、ちょっといいか？おう。別に、お前がどこで何しようと、俺は構わねえし、女と遊びたき遊べばいいと思う。けど、仮にもこれからやばいことになりそうだって時に、なんつうか、わかるだろう。うまく言えねえけど、空気とかそういうの。そうだな。つい悪い癖が出ちまった。変な心配かけてごめんな。まあ別にいいんだけどさ。そういやお前飯は食ったのか？おう、食ってきた。そうか。つかよ、この建物。いろんな意味ですげえな。外観と全然違うし。ああ、俺も最初見たときは驚いた。2階は行ったか？寝室がある。そうか。それじゃあ早速休ませてもらうかな。お前もソファーじゃなくちゃんと部屋入って休めよって俺が言えたことじゃないが。じゃあおやすみ。
レン、コウジャク、どこ行ったんだと思う？不明だ。今からすげえ嫌なこと言うけど、いいか？なんだ？コウジャクの後をつける。いいとも悪いとも言えない判断だが。だって明らかにおかしいだろう。プラチナジェイルに知り合いがいるわけでもねえだろうし、人に黙ってこそこそ出ていくとか。確かにそうだが、ただの朝飯の買い物とかだったらそれはそれでよし。行くぞ。アオバ、向こうだ。アーバ、思考が乱れている。分かってる。硬弱。説得力ゼロだろ。会員証はお持ちですか？いや。こちらは会員制となっております。一般のお客様は入場できません。あ、でも、知り合いが中にいるんですけど。お引き取り願います。いや、でも。お引き取り願います。待たせたね。仕事が長引いちゃって。実は俺もまだ中に入ってなかったんだよ。連絡すればよかったな。
彼、俺の連れだから。あの、かしこまりました。中へどうぞ。突然ごめんね、驚かせて。君が困ってると思ったから、つい声をかけちゃったんだけど、中へ入りたかったんでしょ？それは、そうです。